間稲荷神社は茨城県の笠間稲荷神社の東京別社にあたり、日本橋七福神の寿老神が祀られています。江戸時代初期、この地は徳川五代将軍綱吉の長身牧野成貞の拝領地の一部でした。庭内には稲荷社が祀られていたそうです。牧野貞通は延享4年1747年に茨城の笠間城主となり、笠間稲荷神社を崇敬するようになります。安政6年1859年、時の城主牧野貞直が笠間稲荷の御分霊をこの社に合祀したのが始まりとされています。初馬の日には日本橋界隈の市民に門戸を開けて参拝を許したと言われています。牧野家だけでなく、日本橋大菓子の守り神として商人庶民問わず広く信仰を集めたそうです。明治廃藩後は公認神社として独立しました。大正12年1923年の関東大震災には社殿を焼失しましたが、直ちに再建されました。昭和20年1945年東京大空襲で社殿が全焼しました。昭和21年御本殿流れ作りを復興、昭和29年に漆喰朱塗り作りで拝殿を再建、昭和31年社務所建設委員会を組織し社務所を新築、昭和33年に玉垣、長寿屋などを建造、境内の整備をし現在の姿になりました。御祭神は宇賀の御霊の神で、農業、工業、商業、水産業などあらゆる殖産工業の守護神と言われています。本殿に向かって左側の末社には昭和51年伊勢の猿田彦神社から勧請された七福神の一柱、寿老神が祀られています。寿老神は長寿の神、導きの神、幸運の神として運命を良い方向に切り開いてくださる神様と言われています。日本橋七福神の一つ、笠間稲荷神社に訪れてみてはいかがでしょうか。